こんにちは。化粧品専門店ルックのまどかです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日は3月に発売される新作コスメをご紹介していきたいと思います。それではレッツ女子活。3月の新作コスメに入る前に2月26日に発売されましたジルスチュアートの日焼け止め2種類をご紹介していきたいと思います。まず1つ目はこちらなんですが、ジルスチュアートエブリデイブライト UV プロテクターアップラベンダーホワイトフローラルです。くすみを飛ばして透明感のある美しい肌に見せ、肌ツヤを仕組んでみずみずしいツヤ感のある明るい肌へと導いてくれます。SPF50+、PA4+ で国内最高値となっているジェルタイプの日焼け止めです。待機中の細やかなツリやホコリからもお肌を守ってくれて、汗・皮脂吸着パウダーやサラサラパウダーも入っているので、つけたての美しい印象が続きます。2つ目の日焼け止めがジェルスチュアートエブリデイブライト UV プロテクタースプレーホワイトフローラルです。紫外線が気になった時にいつでもどこでも逆さまにしても使える日焼け止めです。顔はもちろんなんですが、髪とか背中、うなじなど手の届きにくい部分も守ってくれる日焼け止めとなっています。こちらも SPF50+、PA4+ の国内最高値です。皮脂吸着パウダーが入っていますので、ベタつくことなくサラサラの肌をキープしてくれます。あらかじめ髪に塗布していただくと、フレグランス効果で嫌な匂いがつくのも防いでくれます。3月1日に発売されるのがアナスイです。シルキーパウダーファンデーション、こちらは SPF が30、PA3+ です。高密着なオイルや薄膜で肌なじみの良いパウダーがしっとり滑らかにお肌を仕上げてくれます。肌にスーッと馴染んで、パウダー感のないふわっと軽やかな質感なんです。あらゆる毛穴にソフトフォーカスしてくれるので、毛穴を感じないお肌にしてくれます。ポール&ジョーからはパウダーファンデーションケースが発売されます。とっても可愛い猫の形をあしらったファンデーションケースです。ラデュレからはフェイスカラー桜が発売されます。一枚一枚丁寧に作り込まれた桜の花弁の形をしたフェイスカラーです。エモリエント効果が入っていて、そしてパールが入っていないので、とってもふんわりと色づくんですけれども、粉落ちもなくフレッシュでみずみずしい発色です。ローズを中心としたフローラルの香りに、ピーチやラズベリーなどのフルーツ、そしてバニラが配合されたノスタルジックな香りになっています。ポットの方も桜色のうっすらとピンクをしていて、とっても可愛らしいポットになっています。3月5日に発売されますクレンジング、そして洗顔、そして美容液です。このクレンジング、とってもメイクとの馴染みが早いんです。いかがでしょうか？浮かび上がるの見えますか？メイクが自ら浮かび上がってくるんですよ。もちろん、お肌のデリケートな時はしっかり泡立てて洗ってあげてください。こちらの方は別の動画でご紹介しておりますので、またそちらの方もご興味のある方はご覧になってみてください。3月16日に発売されますコスメデコルテのコンシーラーと AQ ミリオリティのデイクリームです。もうこのコンシーラーはとにかく簡単にカバーできることができるんです。テクニックもいらないですし、気になった時にメイクの上からちょちょちょっと隠すことができるので、とっても気に入ったコンシーラーです。そしてデイクリーム、こちらの方は3万5000円になるんですけれども、とってもお高いクリームなんですが、朝のオールインワンとしても使っていただけるデイクリームです。こちらのコンシーラー、そしてデイクリームの方も別の動画でご紹介しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。そしてプレディアからはクッションファンデーションが発売されます。薄膜なのに毛穴や色ムラをしっかりとカバーしてくれて、 75% が美容成分でできているので、日中のスキンケア効果の高いクッションファンデーションとなります。もうこのクッションファンデーション、もう肌にのせた時に
もう潤い感だったりトリートメント効果があるの、もう本当にすぐわかるんですよ。海洋深層水でできているので保水力もとっても高いんです。ケース込みで4,000円、そしてレフィルでしたら3,000円となりますので、お値段の方も嬉しい価格帯になっていますよね。3月18日に発売されますイグニスです。クレンジングはメイクをオフしながらエイジングの要因まで徹底的に浄化してくれるんです。クレンジングするだけでマッサージ効果もあって、季節の変わり目やマスク生活での疲れも一掃できるクレンジングです。お水を加えてベースが乳化すると細胞磨きをすることができるんです。洗顔は弾力のあるモコモコの泡になります。潤いのあるきめ細やかなこの泡が汚れだけではなく肌荒れの要因や老廃物も吸着します。お肌だけではなく心まで明るくしてくれる洗顔です。イグニスリフレッシングウォーターミストは殺菌、美白、保湿が同時に叶うミストです。ミストの切れが細やかでふんわりお肌を潤わせてくれます。名前の通りお肌も気分もリフレッシュできるミストです。アルビオンからはエクサージュシマーです。紫外線や花粉が増加するデリケートなお肌に傾きがちな時におすすめの薬用美白化粧水です。肌の炎症を抑えてくれてバリア機能を強化しながら美白までしてくれる、肌トラブルの時の強い味方です。他にも美容液やミストが発売されます。3月19日に発売されるルナソルの新作コスメです。こちらの方はまだ情報解禁日となっていませんので今回ご紹介することができないんですね。3月6日に詳しくご紹介したいと思いますので、ぜひそちらの動画の方をチェックしてみてください。3月21日に発売されるのはマキアージュドラマティックルージュスパークリングからフルーツカラーが数量限定で発売されます。スパークリングフルーツカラーは透明感とツヤを与え、フルーツのようにみずみずしい透け感のある発色と潤いでぷっくりと引きつける唇を演出します。メントール配合の限定カラーは清涼感のあるつけ心地でマスクをしていても潤いをキープしてくれます。さらっと一塗りで軽やかに、そしてゆっくり塗ると濃密な発色になるので印象も自在に操れるオイルルージュです。パーソナルカラーに合わせてぴったりのカラーがきっと見つかると思いますよ。3月21日に発売されるベネフィークです。こちらの方はフルリニューアルとなります。毎日しっかりケアをしているのに乾燥や張りのなさ、ストレス疲れなど生活環境の変化を感じている方へおすすめになります。進化したポイントは浄化と巡りを良くするパワーボタニカル成分配合で、使い続けることで肌本来が持っている力を引き出しながら張りや弾力、透明感を与え、芯からクリアな明るい肌に導いてくれる根本改善スキンケアです。大人気のリセットクリア、こちらの方は洗顔後一番にコットンに出していただきながら拭き取ってお手入れをしていきます。コットンに3プッシュを取り、顔の中心から外側に向かってお顔全体に伸ばした後、大きな螺旋を描くように優しく拭き取っていきます。皮脂や不要な角質を浄化し、スキンケアの浸透感をアップさせます。ザラつきの気になる部分はより丁寧に行ってください。次に純化クリアローション化粧水です。ぐんぐん潤いや美容成分を肌に浸透させる新技術を配合した浸透にこだわっている化粧水です。コットンに3プッシュを取っていただいて、顔全体に優しくなじませていきます。そしてクリアエマルジョン乳液です。肌に潤いの膜を作ってお肌をしっかり守り、潤いを逃さない乳液です。お好みに合わせて選べる3種類がありますので、乳液嫌いの方でも使いやすい乳液となっています。新作コスメのご紹介は終わったんですが、コメント欄の方でよく今日のアイメイクは何を使われてるんですかっていうご質問が多いので、ちょっと今日のメイクの使ったアイテムの方をご紹介していきたいと思います。まずアイメイク、
ベースに使ったのはレオンジュレアイズです。01番になるんですけども、もう最近のこれは定番ですね。必ずと言っていいほど私は使っているアイシャドウになります。きらめき、そしてそうですね、みずみずしい、とにかくみずみずしくって軽やかな透明感のあるキラキラとした目元をまずこちらの方で使って作っています。そしてこのベースに重ねたのがルナソルのアイシャドウになります。でこちらがルナソルアイカラーレーション11番です。で使ったのはこのピンクと締めカラーとしてこのブラウンですね。この締めカラーブラウンなんですけども、とっても穏やかな発色になるので、そこまできつい印象にならずに、透け感のある引き締まった目元を軽やかに作ることができます。あとは、瞳の中心部分にはこのゴールドを使ってメイクをしました。こんな感じですね。そしてリップの方はアディクションのリップです。リップの方なんですけども、アディクションザリップスティックエクストレムシャイン002番を使っています。もう全然読めないのですいません。こちらの方がそのお色になります。私はだいたいピンクを使うことが多いんですね。この色を使っています。以上でした。以上が3月発売の新作コスメでした。詳しい使い方やお色などはまた別の動画でご紹介しておりますので、もし気になりましたらそちらの方をチェックしてみてください。そして何か取り上げてほしいアイテムだったり内容がありましたら、ぜひコメント欄にコメントの方をお願いいたします。この動画が参考になりましたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきますととっても励みになります。今日一日が皆様にとって素敵な一日でありますように、また次回の女子活でお会いしましょう。それではさようなら。